手塚山大学は、奈良県奈良市手塚山7丁目1番1号に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は、三角塚、手塚山。1941年に、財団法人手塚山学院の創立25周年、及び後期2600年を記念して、財団法人手塚山学園が創立されたのが、 起源である。森磯吉を見学の祖としている。1964年に教養学部のみの女子短科大学として開学した。当時、全国唯一の女子教養学部として注目されたが、1987年に経済学部を増設したことを機に男女教学化された。その後、法制作学部、経営情報学部、心理福祉学部、 現代生活学部、大学院が増設され、六学部十学科四研究科を要する、奈良県最大の文系総合大学となった。現在は、心理福祉学部が心理学部へ、人文学部が文学部へと改組され、六学部九学科四研究科となっている。学園前、キャンパスと東イコキャンパスの二つがあり、いずれのキャンパスも大阪南場駅まで、約三十分、京都駅まで、 約50分、近鉄奈良駅まで約20分である。また学園前キャンパスは近鉄学園前駅と直結している。なお、手塚山大学の塚の字は正しくは作りに商船が入る。手塚山という名称のルーツは高級邸宅街として有名な大阪市住吉区手塚山であり、同地には手塚山学院大学等を経営する。 学校法人手塚山学院がある。手塚山学院は、手塚山学園の創立に関わった経緯があるが、別法人である。また、手塚山大学のキャンパスがある、学園前も高級住宅街となっている。教育理念は、広い国際的視野の上に、日本の伝統、文化、社会に対する深い理解と幅広い教養を身につけ、社会の要請に応える。 専門知識と創造力、実践力を備えるとともに地域と国際社会に貢献することのできる人材を養成することである。昭和40年代当時、手塚山大学教養学部は全国唯一の女子教養学部として注目された。その後、手塚山は女子との見方が定着したが、1987年に男女共学化され、現在では、 そのような見方をする人は減りつつある。大学院では設置されているすべての研究家において博士後期課程がある。その他、手塚山大学が開発した E ラーニングシステムタイズは国内外83大学に所属する1000人以上の大学教員と7万人以上の学生が参加する日本最大のネット型高等教育コミュニティとなっている。 1941年、財団法人手塚山学院の創立25周年、及び後期2600年を記念して、奈良の地に一大総合学園を作り、さらにこの学園を中心とした文化都市を建設しようという理想の元財団法人手塚山学園が創立された。その後、1964年に手塚山大学が教養学部のみの女子短科大学として開学する。 大学設立の際、当時手塚山学園学園長であった森磯吉の熱心な発言を受け、近畿日本鉄道社長であった佐伯勲から土地の提供と設立準備資金の協力を受けている。1988年に経済学部を増設したことを機に男女共学となった。その後、1993年に大学院経済学研究科、 1996年に大学院人文科学研究科。1997年に法政策学部。1998年に経営情報学部。2001年に大学院法政策研究科。2004年に心理福祉学部。現代生活学部。2012年に大学院心理科学研究科を増設し、6学部10学科4研究科体制となった。 2014年度からは、心理福祉学部地域福祉学科が廃止となったことで、6学部9学科4研究科体制へと変更された。2018年には、経済学部と経営学部が統合され、経済経営学部経済経営学科が設置されることとなっている。その他にも文学部文化創造学科は、日本文化学科の一コースとして、再編。 現代生活学部子ども学科は教育学部、子ども教育学科と組織改編されることとなっている。学部、編集募集停止学部、学科、編集大学院、編集短期大学部、編集短期大学部は1961年4月から2004年3月まで存在したが2004年4月に現代生活学部に改組された。付属機関 編集採択されたプログラム、編集認定など、編集13の公認文化会クラブと14の公認体育会クラブが存在する。また、学生会は、学生の手で運営されている。学生会は、学内イベントの企画、運営や新聞作りなどを行っており、代議委員会、執行委員会、クラブ連合協議会、大学祭実行委員会からなる。 この他に四十以上の文化系、体育会系サークルが活動している。手塚山大学の大学祭であり、十一月中旬に東駒キャンパスで開催される。春にある赤根祭より、さらに規模の大きい手塚山大学のメインとなる大学祭である。大学祭実行委員会が企画、運営のすべてを行い、お笑い芸人によるお笑いライブ、アーティストによるライブ、 イケメンコンテスト、ミスコンテスト、アームレスリング、その他学内。学園祭のフィナーレに音楽に合わせて上がる打ち上げ花火が打ち上げられる。新流星を歓迎する目的で、例年ゴールデンウィーク中に学園前キャンパスで開催される。以前存在した短期大学部の大学祭である、赤根祭りの伝統を引き継ぎ、2007年度から始まった。 年ごとに異なったテーマを掲げて行われる。赤根祭り実行委員会により企画、運営され、模擬店、野菜市キャラクターショー、お笑いショーなどのほかクラブサークルによる展示や、ライブなどが催される。学園前キャンパス、編集学園前、キャンパス16号館キャンパスは、学園前駅と直結している。また学園前、キャンパスと、 東イコキャンパスを結ぶシャトルバスが運行されている。学園前キャンパス施設、編集東イコキャンパス、編集なら、東イコキャンパスキャンパスは、丘陵地にあり、緑に包まれている。また学園前、キャンパスと、東イコキャンパスを結ぶシャトルバスが運行されている。東イコキャンパス施設、編集大阪サテライト、編集ありがとうございます。